はい、こんにちは。今回なんですけれども、まあ僕が気軽にツイッターで投稿したネタなんですけれども、それが思った以上に反響があってですね、まあこれはちょっと動画化せねばいかんと思ってですね、今回ね動画を撮っていくわけでして、あのキノコにワンタップで参加できて、しかも強いピクミンをくれる方法みたいなものを紹介していきます。で、あのキノコをね、僕が参加するときはね、もう1秒か2秒でも参加し終わってます。ピクミンの選択とかも一瞬で終わります。まあどうやってやっていくかって紹介していくんですけれども、まず参加をします。これをする前にあたって、その事前準備必要になってきまして、この相当がまあいろいろ変えられるんですね。ここピクミンの並び順、これをお仕事力順にしてください。お仕事力が高くなる順にしてください。低くなる順ではなくて高くなる順にしてください。で、高くなる順にした後に、あとはこのお任せボタン、これを押すだけで OK です。それをするだけで自分の手持ちの強いピクミンから上から40匹自動で選択されます。もうこれお任せ、お仕事力順に並べた後にそのお任せを押して、あとはもう GO を押すだけでもおしまいです。もうこれだけなんですよ、僕がやってるのって。で、現在もう星4が確定してるんですよね。これもう選択した段階で、ピクミンを選択した段階ですでに星4が確定してるから、この花も咲かせません。花も咲かせないで、もこのまま葉っぱのまま凸させます。まあ、例えばですよ、おそらくね、その間違えたピクミンを送ってしまう方とか、こうやって選択してるんだと思います。こうやって選択してる。で、これ、あの iPhone 13だからそれなりにサクサク動いてるけれども、前のモデルとかだったら、もうこれをやるだけでもめちゃくちゃ重いんですよ、実は。これをこうやってやってるだけで本当に重くなる。で、その重いスクロールの中とかで、こうやって選んでていると、5タップして5を押してしまうんですよね、ついうっかり。それがね、まあ、いけないというか、本当に、操作ミスの典型例なんですよね、まさに。まあ、一応この GO ボタンがね、かなり下の方にあるから、まあその押しにくくは、昔よりは押しにくくなってるんだけれども、やっぱりこうやってピクミンを選ぶのはね、かなりリスキーなんですよね。まあできる端末、できない端末、まあこれをやっても重くならない端末だったらいいけれども、間違えてピクミン1匹だけ送ってしまう方って、その端末が結構重たいんじゃないんですかね。まあ僕のこれは予想なんだけれども、だったらこのお任せボタンをこうやってポンと押すだけで、もう自動で強いピクミンが上から勝手に選ばれてくれるから、もうこれを本当におすすめします。僕的にはこれをポンと押して、あとはもう GO を押すだけで OK です。ただそのここだけ、そうだな、注意点というか、まあその応用技になるんだけれども、このお任せボタンポンって押すと、その紫ピクミンとか、その岩ピクミンみたいな素の仕事力が高いピクミンも自動で選ばれるんですよ。黄色のキノコを今から叩くんだけれども、黄色を叩こうとしてるんだけれども、その紫とか岩が選ばれてしまうと。で、その紫とか岩が選ばれてしまったら、その困るパターンが実はありまして、あの紫のキノコやグレーのキノコが生えてきた時に、強いピクミンを向かわせることができなくなってしまうというパターンがあります。だからそれを気にされる方だったら、黄色いキノコ、まあ今から黄色いキノコを叩くわけですけれども、黄色いキノコが生えていると思ったら、この黄色ピクミンだけを選択してください。ここほら、マーカーがいろいろあると思うんですけれども、この黄色のボタン、これを押してください。ポンと、そうするとこの並びが黄色ピクミンオンリーになります。黄色ピクミンだけがこんな風に選ばれるようになって、で、この状態、このピクミンの種類を黄色だけにした後にお任せを押す。そうすることで、その黄色ピクミンだけをキノコに向かわせることができます。で、あとはもう GO を押すだけです。応用するのであれば、まあ、お仕事力順、実はこのお仕事力順に関しても、一度これ選択してしまえば、もうずっとこれ引き継がれます。だからこのお仕事力順いじるのはもう1回だけでいいです。1回ここをいじれば、もうずっとこのお仕事力順にピクミンが並ばれるので、もうここはもう1回やるだけで OK で、基本はもうお任せをすだけ。ただ黄色いキノコとかに紫やヤピクミンが送られるのが嫌だと感じる方だったら、その生えているキノコに合わせたピクミンをここから選択、黄色ピクミンだけを選択で、その後にお任せをす、で、これで OK です。で、あとね、そのこれに関してはもう僕が個人的にやってることなんですけれども、一番最初にそのキノコに向かわせるときですね、最初の1人目って、その最初の1人目だけでは、そのここの、まあ、お仕事力の数字がその4段階とか星4に到達しないんですよ。まあソロで星4が取れないからね、このゲームは。だからその最初の1人目になった時はですね、
このまま GO を押すんじゃなくてピクミンに花をあげてます、僕の場合は。まあ最初の一人目だから結構そのね、キノコを送るまでの猶予が結構あると思うんで、ここのね、ほら下、一番下の方にあるエキスボタンなんで、これを押します。エキスボタンを押してピクミンにエキスをあげていきます。ピクミンにエキスをあげるとピクミンがね、その今まで以上に強くなります。これは覚えておいてください。で、この普通のエキスあるじゃないですか、この普通の4色エキス、この普通の4色エキスをあげるよりも、この普通の4色エキスでないレアなエキスですね、季節の花のエキス、それをあげる方がピクミンは強くなります。4色エキスをあげた時の仕事力が1040です。今からちょっとレアなエキスをあげていきます。これでどれだけ変化するのかちょっと見ていきます。そうですね、レアなエキスを与えた場合お仕事力1080になりました。つまりお仕事力が40増えたということになります。だから本当に最高戦力でピクミンをね、キノコに向かわせたい場合は季節の花、レアな花を咲かせてください。そうすることで一番強い状態でピクミンをキノコに送ることができます。ただ小さなキノコ叩くのにわざわざピクミンの頭に花咲かせる必要あるのかって言われたら、個人的にはないなと思ってるんですよね。ピクミンの頭にね、花を咲かせなくても、まあ、小さなキノコだったら結構楽に星音がまあ取れるんで、花びらもったいないですよね。結局そのエキスもね、その有限だから、まあ、あんまりその、まあ、ピクミンのお仕事力を高めるためにその有限の結構重要なエキスというアイテムを使ってしまっていいのかって、やっぱね、そこは疑問としてやっぱね、あるんですよね。あとですね、その前回紹介しましたそのおかわりチケット、キノコのおかわりチケットを使うことでキノコチャレンジに5人以上で挑めるようになるという、まあ、そういった話をしたんですけれども、それの詳細がなんと発表されました。見ていきましょう。これなんですけれども、なんとですね、将来的にはまあ日時は未定になってるんだけれども、すでに参加者が5人以上いるキノコにもキノコおかわりチケットを使うことで、なんとね、最大20人までキノコに参加ができるようになるということです。これね、非常に20人ということはね、すごいんですよね。もう絶対に、まあ、大きなキノコとかだったら確実に星音が取れるんですけれども、かなりねありがたいアップデートだなと感じております。ただですね、これなんだかんだ言ってそのキノコおかわりチケット使ってるわけなんですよね。おかわりチケット使わないと、まあ、途中参加ができないということで、まあそうだね、このおかわりチケット使うべきかどうかに関してはその報酬次第ですよね。やっぱりスペシャルエキスが入っているかどうかっていうのが個人的に大きいなと思います。スペシャルエキスとか、あとはそのそうだな、大きなフルーツがたくさんもらえるようなキノコ、本当に大きなキノコとか、あとはレアなキノコですね、その水晶のキノコとか炎のキノコとか、そういったレアなキノコだったら、まあ個人的には、ね、おかわりチケット突っ込んででもキノコに途中参加するのありなんじゃないかなと感じております。それじゃあ今回はこの辺で以上とさせていただこうかなと思います。このキノコに関してのアップデート、非常に僕は楽しみにしております。どんな感じなんだろう。いや、新宿とかね、秋葉原で僕遊んでることがまあ多いんだけれども、本当に新宿とか秋葉原もキノコなんて入れないからね、地元じゃないとキノコ遊べないみたいな感じだから、まあそこがねちょっとね、改善されるのは個人的にありがたいなと感じております。それではありがとうございました。